井原市厚志さんは、日本の技術者、都市計画家。土地評価の基準となっている区画整理の根幹である、土地評価の定型化を図るため、路線評価方式を考案した。1909年、和歌山県に生まれる。1932年、東京帝国大学工学部道木工学科卒業。同年東京府に入った後、1934年に、 内務省に移り都市計画課に勤務。1941年に内務省国土局計画課に勤務する。荒川上流改修事務所戸田工場主任として戸田ボートコース新設に従事。その後北市建設急所で都市局技術と計画の各課長を務める。1946年、戦災復興院に赤市土地局公務課勤務。1五十一年、 首都建設委員会計画課長1953年建設省計画局都市復興課長1955年同区画整理課長を務める。戦火で荒廃した全国115都市の戦災復興土地区画整理事業の指導に1959年まで尽くした。また、激災復興事業の外定に伴い新たに制定された 土地区画整理法の運用を図るため、都市改造土地区画整理事業への国庫補助金制度と、市街地開発土地区画整理事業への融資制度を確立し、その後の事業の推進を導いた。1959年、首都高速道路公団が設立され、技術部長に就任。雑誌、区画整理、都市計画などの編集にも関わった。役所に、都市計画における、 最近の進歩がある。ありがとうございます。